皆さんこんばんは。剣士の続きやっていきたいと思います。さあ、とりあえずね、みんなある程度回復したとのことで一旦外に出てきました。で、向かう先は、ヘフトになります。まあ、場合によってはこのストーンキャンプを強襲してもいいかなとは思ってはいるんですけども、まあ、まずはね、ここら辺の研究材料がねありますのでね、 CPU ユニットとかちょっとここら辺で研究をしながらかな、布地を集めていきたいなとね。まあ一旦ヘフト向かいましょうか。その都度戦闘を行っていきたいですけどね。おっと、この人たちがあれか、ドゼルガ3部隊か。ついてきたね。ジャレドはよし、ついてき、さあ急いでいこうか。もちろん極力気をつけてね。で、どこら辺だったら戦闘するかっていうと、まあヘフトの町の近くだったら戦闘してもいいかな。これは？これなんだ？町のヒーローか。入り口でさすがにやり合うのはまずいね。よし。上の方向かないとね。上の方向かわないとねっていうのでね。まあ、襲ってきたら襲ってきたらだな。通りますよ。はい、そのまま素通りできれば素通りしていきましょう。なんか前からいんな、あれなんだ、奴隷狩り。お、戦闘になったな。おのおの戦闘態勢。はい、さあさあ倒していこう。さあ、いいよ。よし、どれぐらい走っていくかな。よし、極力持ち場を守るにしたから、よし、変なことにはならないね。オッケーオッケー。あとはあいつらが襲ってくるかどうかだな。鉢合わせるけど。奴隷狩りは？奴隷を引き連れてるわけじゃない。まあ赤くなってないからね、別に敵対してる、しているわけではないので、そうそう襲われることはないと思うんだけどね。まあ用心に越したことはないんじゃないかなと。で、こまめにセーブもしていきます。いやー、拠点早く持ちたいな。拠点早く持つにはね、やっぱね、戦闘を重ねてみんな強くなってもらわないといけないんだけど、こんだけの大人数戦闘ってなるとね、結構厳しいんですよね。あ、やばいな。あとこ隙間の巣があるね。離れましょう。まあ移動しながらの最中、敵がいたらって感じかな。ああいうはぐれ隙間みたいなものがこう襲ってきたら戦うけどみたいな。足遅いの大丈夫かな。遅いんだよな、やっぱな、みんなね。ちょっとずつ進まないとね。この子たちも筋力がついてくればいいんだけどね。方角的には間違ってないね。よし、おっと、ちょっと重いね、重いね。
と待って、ここなんかあんのか。人狩りか。人狩りは別に敵対してないからね。いいとして。ストーンキャンプ行って奴隷の解放してもな。これ以上人数増えると大変なことになるんだよな。よし。とりあえずやり過ごしていきましょう。さあ、やり過ごせなかったね。やり過ごせなかったわ。やり過ごせなかったけど、頑張って。ジュエルさん、バッタイさん、ストークさんあたりで、こうやっていけば個別指示できるかな。さあ、防御体制になってるね。ナインドさん、装備はあるね。よし、君たちの剣はスキマーに対して有効な武器なんだ。さあ行くぞ。行け行け。ちょっと数多いかな。こういう時の持ち場を守る魂使えないな。積極的に戦闘しちゃっていいや。よし、あっと、レッコさんか、抱えたままか。申し訳ないことした。はい、さあ、ちょっときついんじゃない。グリフィンさん、防御体制か。みんなここらへん、すまんな。さあ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 、いいよ。よしよし、倒したね。ふぅ。やっぱね、外出るとね、治療が必要になるんですよ。よし、とりあえず大丈夫そうかな。治療終わったら行こうか。ここら辺のメンツは、ここら辺の治療してないメンツはあれだな、優先順位が。使用するなってるね。はいはい。苦労は、はい、これ厄介ね。よし、イオンくんもこう、ルカさんはオッケー。大丈夫。よし、みんな大丈夫そうだね。行こうか。なんだ今度あれは。飢えた野党か。飢えた野党レベルなら戦ってもいいだろう。来たね。襲ってきたな、こいつらだ。いけ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 。さあ。訓練なってねえな、意外と。よし、やったか。さあて、じゃあ向かいましょうか。こっちの上の方、ヘフトね。みんなどうした、動かなくなっちゃったな。ストークさん足怪我してんな。大丈夫かな。この子たち動かないぞ。おっと、やばいね。さあ、あ、やっと動き出した。お前出た。はい、うん、ちょっとね、若干遅れてるね。歩いてきてればいいけど、ストークさんがちょっと遅いな。担いで。よし、フリック君早いからね。よし、あれなんだ、賞金稼ぎか。大丈夫か。
テックハンター。テックハンターなら大丈夫か。敵対してるわけじゃないしね。これ襲ってきたらびっくりよ。よし。なんだここにいるの。あれ、賞金稼ぎだ。これやばいね。ちょっと数が多いね。あれは気をつけないと。ただ、進行方向一緒なんだよな。まあ、ただ、あいつらと鉢合わせることないか。よし。あいつらのスピードもそんなもんでしょう。多少止まって、進んで。よし。はい。さあ、どっか行け。あれなんだ。これ侍か。侍だね。で、大丈夫そうだ。とりあえず、一応安全のためこっち行こう。よし。あれは侍とやりだしたな。お、ちょっと待て。なんで戦闘になった。反乱の吹いたな。あれ、なんでペットここにいんだ。こっち来い。よし。さて、大丈夫かな。遅れてんのいないね。よし。賞金稼ぎと侍たちがやり合っている感じではなさそうだね。離れようか。よし。やり合ってないね。こっち逃げましょう。ジャレドが遅いね。まあ、みんな重い装備をつけてるからなんだけど、ちょっとずつ筋力をつけてもらうしかないからね、こればっかりは。さあ、スキマと当たるかな。スキマと当たるかなっていうか、こちらから仕掛ける。よし。上だな。こっちか。隙間いっぱいいんな。おっと、隙間の巣だな。頑張って。よし、来たぞ。向こうでは、向こうなんだあれ。人狩りか。あれは関係ねえな。さあ、攻撃。さあ、いよいよ。みんな前出ないと。君たちも前出ないと。全然強くなれないよ。相手を与えてやらないとダメか。おっと、ジャレドさん大丈夫か。さあ、頑張って。ジャレドさん。よし。いいね。ちょっとずつ戦闘経験を積んでいこうね。生きてればなんとかなる。はい。大丈夫かな。ああ、足引きずっちゃってるな。まあ、それでも来てもらうしかないんだ。ちょっとずつ頑張って。今なんかいたな。大丈夫か。さあ、ちょっとずつヘフをセーブしとこう。せっかく積んだ経験値ですからね。無にならないように。いや、行き過ぎたな。こっちか。こっちですね。こっち。
あれは帝国農民。なぜか帝国農民と相性がいいぞ。どういうことだ。都市連合のか。ね。さーて。大丈夫かな？帝国農民が戦闘してんな。違った。関係ねえわ。飢えた野党だった。ああ、歩いてきてるか。さあ、急いできて。ジャレットさん遅れてるね。はい。よし、来たね。歩いていくよ。こっちの方だね。いや、全員で移動するっていうのは結構大変なんですよね。これどうなってんだ、これ。交易商だな。キャラバン。交易商のガルルがいっぱいいるな。で、これはキャラバン越え。何と戦闘してんだろうね、これ。忍び盗賊団。キャラバン越え。スキマーと戦闘してるだけか。これは、こっち行こうか。戦闘してもいいけどね。ちょっと厳しいよね。やるならあのガルルたちだな、狙うのは。食料という。よし。ロゼルガさんもでも歩かした方がいいか。出てこねえな。どうしちゃったんだろう。ついてこないんだよな。どうした。全員で命令出さないとダメか。なんともドゼルガさんだいぶ遅えな。まあ、こうやって護衛がついてるから。あれ？何しに行った？反乱農夫がやられてる。来るね。攻撃。メタンコにしろ。やっぱね、戦ってる人一部な気がするんだよな。おお、いっぱいいたな。トークさん大丈夫か。さあ、ここはグレートデザート。血まみれの。おお、だいぶ近く来たね。近いよ。あ、見えた。都市見えたね。よし、一斉攻撃。さあ、みんな行くよ。この辺りだったらもう戦闘仕掛けてもいいんじゃないかな。遊牧民がいるぐらいか。よし。対象攻撃。ダメか。こっちか。賞金稼ぎがいんな。遊牧民のバックブルとかがいる。さあ、横切って横切って、こっちだね。砂忍者大丈夫かな。戦闘になるんじゃねえか。とりあえずここでセーブ。
中に入れれば我々のものだな。よし。来たね。はい。倒して。さあ。中入れるかな。よし。入ったね。じゃあ、我が家はここだね。とりあえず、この中目指して。さあ、来たね。奥まで入って。よし。ちょっと待って。みんなどうした？で、ここで問題が発生するのは、動物たちよね。担ぎ上げねえと。勝手に動き出すからね。危ない。問題を起こされると厄介だ。よし。バッタイさんもコーラ担いで。あとは、ココア担いで、ホースさんはミルク担いで。で、こいつら何しに行こうとしてんの？治療って書いてあるけど。とりあえずこっち中入んなさい。よし。一人入れないのいるじゃない。レッコさん。よし。早く担いでやって。よし。持ち場を守れてれば動かねえのかな。そういうわけでもねえんだよな。ロック。ミスったな。よし。よし。ええー、こいつらマジどこに追従しに行こうとしてんの？追従するって誰に？いた。めっちゃ遅れてんな。やっと動き出した。そういうことか。なんかおかしいなと思ったら。さあ、ついてこれるかな。うん、行こうとするね。レッコ君はどうやらハマったようだな。はい。まあ、動き回って。ドデルガさん、戦闘に巻き込まれてる？大丈夫かな？さあ、運動能力上げて、頑張って。歩き回ってね。運動能力を上げましょう。もうちょっとでドデルガさんつきそうだね。ドデルガさん、こっち。よし。なんとか着いたな。はい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 。よし。さあ、動き回って動き回って。レッコ君が詰まっちゃったね。はい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 。で、ドゼルガさんが閉じれば OK。よし。寝かせる。出られないっていうか、担ぎ上げて。寝かせる。よし。で、ルカさんもバックピスト下ろして、そこら辺も下ろして。下ろす。
おろすというより寝かすか。はい。あとは、スタイアキャストさんも、ここ少ないな。あ、ペット少ないか、意外と。そんなことない？よし。こっちにも地味に売り物はあるね。よし。じゃあ、まずはね、研究誰やってたっけ？ヘクスさんだっけ？ヘクスさんだな、研究員。しよう。にして、なんか作りかけのあったっけ？研究閲覧。いっぱいあるね。ああ。大型建築。朝、いろいろとあれだね。よし。行くぞー。こっちじゃねえな。こっちか。とりあえず2つ入れて。あとなんだろうな。ここら辺入れておくか。CPU とか。ロボット部品とか。あと、本。研究所。これでどう？布地の朝を作れたね。星魚あるかな？食べちゃった？違うんだよな、この魚じゃない。ないな、よりによって。誰も残ってないか。残ってたら奇跡だな。相当時間経ったかな、買ってきたの。ないね。ナイス。あと、パワーコアとか入れとくか。なんか覚えれるかな。歯車、鉄板。鉄板とかも入れとくった方がいいのか。鉄板、あれ。鉄板でしょ？で、歯車ねえな、モーターはあるけど。こんなところか、とりあえず。なんか覚えれるのあればいいけど。照明。コンデンサ1。サーチライトコンデンサ1か。小型風力発電理論。電子部品3の歯車。電子部品か。おっと。し。あと歯車だね。あとは鉄板の3は鉄鉱石4とかか。地銀持ってるね。地銀はこの子が持ってる。はい。どうよ。炭が2の鉄鉱石とか必要だな。歯車とかも必要だね。一旦これで、フリックがちょっと売り買い行こうか。これいらないでしょ？いらないもの。さあ、と持ってるものは、これも売れるかな。これもだね。よし。隙がない。で、ちょっくら開けて。はい。よし。まあ、
動物たち外出ちゃうね。まあ、しょうがねえな、もう。よし。このガルルもこっちの方へとりあえずいて。はい。ああ、天使がいねえな。天使がいないじゃないですか。あ、間違えた。天使がいないんじゃしょうがないね。ちょっと待って。よし。石材いただこう。拾えない。そんなことありえる？そっか。石材の枠でかいんだ、あれ。これ無理だね。おぉ。歯車か。欲しいね、歯車。ここはいないんじゃないかな。いないんだよね。石材建築建材布地歯車。よし、歯車。よし、特にこれといって、これといってないね。歯車が他にないかな。よし。ベッドあるね、プライベートの。テックハンターって書いてある。うん。弾しかないね。もったいない。さて、こっからは、さすがに届かねえよな。こっから歯車入れられたら最高なんだけど。よし。とりあえず次、隣のお店行こうか。お店じゃないんだっけ？お店じゃないね。行こうか。さて。どうかな？あ、ここは店主いるね。よかった。物資を見せて。お金はあるみたいですね。売っちゃおう。バックパック。ここら辺もそのうち欲しいんだけどね。今じゃないんだよな。拠点建てるまでがちょっと長いから。あとは歯車あるな。下だな、歯車は。ダメだな。よし、あとは賞金稼ぎがいいんだ。生きてる？あれ？お店の人いないね。なんだ、お店の人いないじゃん。どっかいない？上は？上もいないな。こっちはとうとうここもお店の人いなくなっちゃったか。はい、なんかあるかな。お店の人ここもいないね。いないんだけど歯車あんね。よし、あとは工具、燃料、鉄鋼板とかいろいろあるけど、とりあえず戻るか。さあ、歯車おしまいに。歯車しまいかな。2つが限界だな。研究できるのある。井戸のレベル3いいね。モーター石材に。モーターなくなったな。モーターか。あ、これいけるか。歯車4の鉄板4。歯
車4か。ちょっときついね。歯車4の石材が3。いや、モーターとか全然足んねえな。とりあえず他に売れるものがないか。探索しようか。売れるものがないかっつってね、真っ先にここら辺は見てあさるというね。売れるもんがないか見ようか。さあ、はい、よし、キャラバンドローンだって。1300800、大してだな、利益が少ない。こっちの方が利益になるな。誰か大バッグ持ってる。大バッグ持ってるのはね、レッコ。レッコ君おいで。よし、ちょっと待って、なんでお前ら動き出してる。はい、で売りに行きたい。売りに行くにはここらへんいないんだよな。ここもいないんだっけ。フリック君先頭になった。はい、リコ君いいね。あとはリコ君、ここよし。おお、持ってるね。これはここだな。ここにしか入らない。こっちはだいぶ重くなっちゃったんじゃない。よし、あとはこっちにもいるな。みんなマジで何と戦闘してんの。ねえ、キャラバン声だ。やばいかも。あ、いてててててて、てやばい、やられる。ちょっとレッコ君に庭は重すぎたな。遊牧民のバックビスト、何と戦闘してるか分かんないけど、とりあえずバック、金のなる木だ。よし、まだまだ行くよ。これ以上厳しそうだな。よし、とりあえずこれをこういったところで売りたいね。エルス君何やってんの。よし、奪っちゃいなさい、奪っちゃいなさい、奪っちゃいなさい。よし、さあて、これ何と戦闘してんだよね。大丈夫なの、交易所。ガルドを本当どうにかしたいな、こいつらな。ごえ、ごえ。
こうするか。護衛ってやれば多少は変わるかな。はいはい。ああ、これね、こちら気絶してんのか、これ。違った、泉さんが担いでただけだった。おるっす。ごえ。ミルクは？ミルクここ。レモンここ。ヘクス君研究中。フリック君は？フリック君はこれ、火星に行った方がいいだろう。はい。どれができた？これか。で、その頃レッコ君。倒れてる人大丈夫かな？ストック君ただ寝てるだけか。リーフ君が気絶中だね。はい。応急処置しといて。大丈夫？はい。よし、倒したね。はい。生きてるかみんな。大丈夫ならいいんだけど。とりあえず生きてるね。レッコ君は。うん、もうちょっと早く。もうちょっと早くすると大変なことになっちゃうな。よし。あ、いねえじゃん、ここ。ああ、ここじゃないか。気絶したらして大丈夫かな。生きてさえいればなんとかなる。君たち生きてればなんとかなるよ。ああ、ここじゃないか。ここか。みんな気絶してんな。生きてるか。死にかけってなってないだけマシか。やばいね。おう、やるね。頑張っててよ。サンバウコにすると怖いから、怖いんだよな。誰かがお亡くなりになるかもしれない。よし。話をする。モーターとかか。どこで売ってっかな。物資見せて。カバンを売りに来たけど、3400か。まあ、いずれ必要になるし、これって買っとくのもいいけど、大したあれになんないんだよな。うん。あと、お店の人どこいる？お店の人いないんだよな、と。ここは失敗だったな。あ、こっちのバーは。生きてるか？ないんでさ、持ち場を守るで動いてないね。ストークさん、はい。はい。さあ、大丈夫かな？まずは応急処置、自分たちを応急処置してから戦いに行こうね。はい。大丈夫かな？さあ、レッコ君は？さあ、急ごう。負傷か、やばいね。ニムさん、応急処置して。ルカさんもダメージ結構大きいね。はい。おお、放浪者がいるね、ここら辺は。まあ、話しかけらんないんですけどね。よし。いたね、バーテンダー。はい。持ってるもの見せて。5000しかないね。食料買っとくか。
4800。よし、ここはどこで戦闘になってんだ？お、倒したね。よし。さあ、戦いになってきたね。お。よし。会計を配って。よし、ロングコートか。開脚の方が重要かな。よし、入った。さあ、帝国の海。さあ、刀奪って、開脚奪って。よし、刀奪って、開脚奪って。よし、大方やったな。ナインドさん、刀奪って、開脚奪って。ああ、侍の高品質、これあった方がいいな。はい、これで横にいるメンツがやばいね。ガルル、こっち来なさい。あと無事？こっちのバックビーストが死にかけだな。奥義処置行って。よし。これは。はい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 、来たな。始末しよう。よし。お、ルカさん、いいね、いい訓練相手がいるじゃないか。ただ死なない程度に頑張っていただかないとね。あーっと、フリック君気絶したな。頭部やられた。この人も何かと戦闘やってる？やってるね。あー、倒れた。トークさん、埋もれちゃってるよ。自分を修理しようか。ナインズさんは？治療ってなってるね。ナインさん、何を治療しに行こうとしてんの？ナインさん、まず自分治療しようか。で、エルス君は、エルス君もまずは自分を治療してからだな。よし、こっからちょっとずつこれ担いでいかないとやべえな。まず、スタイア、ファストさんを担ぐでしょ。イオンどこにいる？イオン回復中？回復中だったら、ディムさんを担ぎ上げて、戦線離脱しよう。ベッドに寝かせる。よし。レッコさん、いやー、いっぱいあるな。こっちも物資が充実してるな。歯車とかないのか。あるね。ただ鉄鉱石とかがないか、ロボット部品はあるけどモーターはないね。ないね。
ただこれしまいたいよね。これもしまっとこうか。よし。でガルド君ダメージ負ってるから担ぎ上げる。し、生きてるね。みんな生きてる。ベッドに寝かせる。イオンさん来てるね。エルス君担いだ。エルス君担いだならすぐさまベッドに寝かせに行って。いいね、レッコ君。次の救助はもうこれの繰り返しで強くなってもらうしかないからな。うん、おっと、トークさん大丈夫か。バッタイさんも寝に行った方がいいか。バッタイさん撤退。ナインズさんがストークさんを担いでるね。どっか、じゃあどっかで寝かしてほしいけど。うん、忍び盗賊団とかも遠いね。ここ行くより、あ、でもこっち行ってもらった方がいいか。よし、レッコさん担いだね。とりあえずレッコさんのもこっちに連れてこようか。はい、担ぎ上げる。よし、で下ろす。でここも担ぎ上げる。隙間を開けといてね。下ろす。で救助に向かうよ。ここだよな、激戦区になってんの。裸のあいつが結構頑張ってるんだよね。とりあえずエルス君、よし、こっちもね寝かして。はい、担ぎ上げる。下ろす。これでとりあえず致命傷だね。レッコ君治療、治療優先にして。でここはナインズさん来たね。とりあえず手前でいっか。トークさん傷中だしね。テックハンター。さあこうしたらナインズさん能力値は近接12か。巡査部長がいる。15まで上がるんだよな。訓練でフリック君はガルルが致命傷だから応急処置。大丈夫かな。エルス君も戦闘中だね。キャラバン護衛3体じゃ分が悪いね。よし、うん、キャラバン護衛のその数は分が悪いぞ。ほっ、いけ。いやーきつい、頭やられるときついな。ほっ、頑張って。さあってやってる場合じゃねえんだよな。救出部隊が必要だな。救出部隊、レッコ救出部隊、行くぞ。ね、手前からかな。担ぎ上げる。
相手的に結構厳しいね。手前から畳み込むか。はい、頑張って。いけ、いやー、フリック君やられた。エルさん頑張ってる方なんだけどね。あ、レッコ救出部隊、よし。レッコさんのレスキュー部隊がね、ちょっと寝るとこがなくなってきてんだよな。コーラ、コーラどこ行ってる。コーラ危ないよ、手足で遊んでる場合じゃない。お家帰ってきなさいな。味噌汁が死にかけ、これやばいね。ジャレド起きたか。ジャレド応急処置。ジャレドダメか。ジャレドじゃ勝てないね。ほっ、裸の相手でも頑張ってるけど敵の方が能力値高いんじゃねえかな。56でしょ、ち43なんだよ。味噌汁応急処置行ってほしいけど、多分厳しいよね。いやー、攻撃してくんだよな。とりあえず、レッコさんの状態はどう？寝かしたね。レッコさん。味噌汁応急処置行ってきて。他動けそうなのいるね。他の動けそうな人で手前のリーフ君とか担ぎ上げていこう。泉さん応急処置。裸のあいつもついに倒れたか。さあ急いで応急処置。大丈夫かな。キャラバン越えと人狩りが入れ合ってるね。いてえ。ほっ。うん。あ、着いたね。スタイアファーストさんで、寝かせに行くとこがちょっと遠いな。あ、でもこっちは少し空いてんのか。ベッドに寝かせに行って。ヘクスさん、ちょっと応急処置。きついよね、レッコくん。地味にね、上がってないんだよね。こんなもん担いでるからだ、さらにね。ほっ。さあさあさあ、頑張って頑張って。エルスくん、エルスくん戦ってるね。エルスくん戦うのはいいけど、よし。キャラ番号へ60、36、45だろこっち。フリックくんがもうちょっとで起きるか。応急処置ってやっとくか。ちょっとね、撤退させよう。裸の相手でフリックくんを、フリック君を担いで、よし。一旦こっち避難だな。はい。で、スタイヤさんで味噌汁が一応なんとか大丈夫な状態か。じゃあ味噌汁担いでいくぞ。これは重要だ。ドンタッチミー、なんかやり合ってる。キャラ番号へ直立不動、直立不動。さて、裸のあいつは無事に持ってったね。ヘクス君も必要だな。フィッシュさん、違う。
フィッシュさん、担ぎ上げに行ってもらおうか。よし、動き出したな。動ける人間で担いでくるしかない。遠くの方からしかも。じゃあ何やってんだ。どこにいんだこれ。こっちか。で、セーブして、なんだかんだいい時間になってきちゃったな。これ回収したらだな。スタイアフィスト回収した。よし、回収させたんなら一旦こっち持ってこようか。平常になったね。大きい処置で一旦寝かせて、よし、フリック君もだいぶ良くなったね。回収行こうか。担ぎ上げる。ヘクス君、ヘクス君こっち、ベッドに寝かせる。さて大丈夫かな。みんな生きてるね。あとレッコくんと泉さんだね。裸のあいつでレッコくん担ぎ上げて、フリックくん、泉さんがなんで戦闘中になってる。あらすぐ戦闘行っちゃうから。もう一人のフリック君はどこにいんだ。これか。これで泉さんを担ぎ上げようか。バックビースト大丈夫ね。ジャレドもなんとかなってる。ドゼルガさんは、おお、びっくりした。ドゼルカさんも大丈夫だね、とりあえず。よし。シャダカのあいつ。いったね。こっち寝かそうか。ストークさんは、頭さえやられなければ大丈夫そうだな。担ぎに行くか。手前ね。ドゼルカさんを担いで、スタイアフィストがベッドに寝かせて元気になったね。でイーオンで、トク君持ってこようか。やばいな、死にかけだって。修理できる。致命傷。よし、エルス君応急処置。あ、フリック君いいね。じゃあ寝かせに行ってもらおうか。ベッドはいっぱい空いてるからね。さあ動いてるね、いい感じに。クロウさんがトーク君担ごうか。で帰るついでにホース君拾って、よし。デールス君もこっちで寝かせようか。ここら辺ね。はい、とりあえず寝かせに行って。おー、ぶね。ストーク君がなぜか、なぜか攻撃を、攻撃されそう。なんでだ。ストックが危ねえな。帰ろうか、こっちに。で、スタイアフィストさんで、ルカさん生きてる？意識不明だけど生きてるか。
バーンさん大丈夫か？昏睡状態回復。ジャレドは、ちょっとやばそうだね。とりあえず裸のあいつで、こっち持ってって、ストークさんも担げっかな。あれ？なんでイオン戦ってんだ？なぜか知らんがイオンさんが戦ってた。あれ？おかしいな。俺担ぐように指示出さなかったっけ？ノーブルキャプテン。おっと、やばいね。こっち逃げて、キャラバン小屋押さえて、で、スタイアフィストさんがなんか戦ってんだよな。勝てないでしょ。よし、せめてやられるなら。であ、いた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 、イオンさんで、バックビスト持ってっか。よし、オッケーね。持ってってる？キャラバン越えと戦ってんの、なんか。こっちも倒れてんな。ナインズさん。担ぎ上げて、レッコくんは致命傷だけど修理ができるね。ホースくんを担ぎ上げようか。はい、で、こう寝かせに行こう。はい、でレッコくんもレッコくんで治療が終われば、エルスくん担げんな。エルスくん担げるけど、エルスくん担ぐ前にこっちだな。ストークさんがなぜか攻撃されてるんだよな。スタイアフィストさん応急処置して待ってて、で、レッコ組んで、担ぎ上げる。こっちは、イオンさん担いだね。イオンさんが担いだから、一旦こっちへ持ってきましょう。はい。リーフ君動けるようになったか。じゃあ、リーフ君も、担ぎ上げに行って、ヘクス君ももうちょっといけるね。ロゼルガさん担ごうか。ストークさんも、はい。ちょっと早めに動いて。あれ？これストークさんだね。キャラバン越えだ。さあ逃げて逃げて。はいはいはい、ス
タイヤフィストさん、とりあえず走れるようになったか。走れるんなら、ギリギリで寝に行ってもらって、あと、ナインズさん担いだね。じゃあ寝かせに行ってもらって、いやー途中まで担いだけど無理か、ここまでだな。ヘクスさんもダメージもらってんな。やられた。うん、生きてるか。なんとか生きてるね。あとはレッコさんか。レッコさんも遠いんだよな。もっと近場にあればいいんだけど、ないんだよね。あ、元気になってるね。修理。フリック君元気になったね。じゃあ奥から救助していくか。ほい。大丈夫かな。治療中ね。バッタリさんも自分を応急処置して。さあ、フリック君早いぞ。ほっ。フリック君ならこっちまで持っていくの苦じゃないね。はい。ヒッシュ君まだ寝てた方がいいね。よし。どうかな？来たね。ナインさんも寝てて。イオン。イオンも危ないから寝てようか。はい。え、裸のあいつなんでこんなとこいんだ？寝てようか。え？誘拐された。さあ急いで。よし。ヘルス君も寝てなさい。はい。で、フリック君。フリック君で、まだまだ倒れてんね。次、グリフィン、担ぎに行こうか。なんでそんなとこに湧いてる？コーラどこにいんの？コーラこっちおいで。さあ、フリック君早いね。いいよ。寝かせられるとこあるかな？ないね。寝かせられるとこあるけど。とりあえずこっちか。いやー、きついきついきつい。ストーク君生きてるか。で、フリック君行くぞ。ちょっとずつ手前に手前に持ってこないとね。ほい。ベッドに寝かせる。ナインズは奴隷にされたって。
こいつらなんかまたやりそうだな。ちょっとジャレド怖いから武器こうしとこうか。ナインズさん、あれ、さあ誰だ攻撃してきたの。こいつか。よし、ヤルド君寝てなさい。でフリックさん上行って、足風外す、ピッキングする。よし、で担ぎ上げる。よし、ナインズさんは武器取られてんな、またちょっとナインズさん危ないからこっち行こうか。はい、スタイアフィストがある程度いけるようになってないね。お、リーフ君自力で戻ってきた。ある程度担いできたか。はい、ピストン輸送 X。 さあここに来て、いやーめちゃめちゃ大変、こんだけ人が多いと。とりあえず寝かして、はい、あとはドゼルガさん回収すれば解決。はい、とりあえず研究やっててほしいな。はい、進んでないからね、ちょっとでも進めようか。いやーここまで来るの疲れたな。あれ、ドゼルガさん回収してねえじゃん。足やばいな。よし、あ、立てるようになったね。じゃあ自力で戻ろうか。担いだ方が早いか。担いで、よし、さあとりあえず、とりあえずって感じだな。生きてる、みんな、みんな生きてるね。ただ叩き上げたおかげで
全体的に、まあ一部上がってない子いますけど、まあまあになってきてるんじゃない？ジャレドも上がってないね。上がってないっていうかあれか、クローももしかして武器持ってるね。ジャレド、はい。さあナインズさんの足と武器がなくなっちゃったな。サーベルね、サーベルならあるでしょ、はい。あと足か、足も適当なのあるんじゃない、はい。ということで、とりあえずね、なんとかこっちの方まで来て、みんな寝ておりますという状態まで来たところで、今回はここまでにしたいと思います。次回までにですね、ちょっとこちらの研究の方を終わらしたいなと思います。終わらしておきたいと思います。結構時間かかるんですけどね。でその間に、まあ、ちょろっとだけ、まあ、多分同様なこんな感じでね、戦闘しながら、キャラクターの方を育てていこうかなと思ってるんですけど、まあ、まずは研究優先でね、やっていきたいなと思います。鉄板さん、鉄鉱石4か。鉄鉱石、モーターがない。いろいろ足んないね、というところで、今回はここまでにしたいと思います。また次回、お楽しみに。さよなら。